女ボス。ボスだから公開練習に行きます。イエーイ。ありがとう。おはよう。おはよう。おはようございます。おはようございます。もちろん何の人するって。あ、そうなんだ。ジャパン。みんなで向こうに行くってこと。そう、さっきのちっちゃいボートで、いってらっしゃい。まあ、とりあえず頑張ってきて。じゃあね。バイバーイ。公開練習お疲れさんでした。お疲れさまでした。どうでしたか？波良かったよね。波は良かった。うちらの時は、うちとタイガと春は一緒の便だって、で3人はめちゃめちゃ良かったけど、あと2人は。いいやつやった。俺とカズキくん、最初は良かったのに、あの、もう絡んで、まああの、バック入れても取れへんぐらい。だからダイバー呼ぶわって言ってダイバー来てな、あのナタかなんか持って潜って取った。それ用のナタがあったんだ。そうそうそう。またさ、なんかもう斜めに吹くやん風。なんかだるんだ。こっち向き、こういう感じの斜めに。向こうに斜めに走ってくれたら、うん、最高や、ね。ガチビアコ。ビアコ。ビアコと一緒。ビアコです。ほんまにビアコ。中島パパのとこ行って G23 滑った時も。220ぐらいまで上げたね、うん、ちょっと気持ち早めがええわと思って3段階ぐらい上げた、うん、で36キロぐらいの34.6 とか34.6 うちは早めだから 4.7 じゃない 0.3 あ、4だね。みんなちなみにラインの長さ何倍やった70 75 74。何その変な数字。73ぐらい。でも波幅そんな広くなかったの、うん、全然広くない。まあ、とりあえず明日から予選です。はい、が、一言ずついただきます。春から行く？春から。まあいい感じに調整もできたんで頑張ります。じゃあ大学くん。落ち着いて滑ります。落ち着いて頑張ります。よし。荒れないことを祈ります。マジで、マジで荒れてほしくない。荒れるよ。荒れるか。荒れるよ。じゃあイタリアを思い出します。頑張ってください。じゃあひーちゃん、せっかくインドネシア来たんで楽しんで滑りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい。
じゃあ初海外戦。初海外戦。今日滑った感じめっちゃ面悪かったけど、全然波合わんかったけど、明日頑張って滑れるように気合い入れ直して滑ります。応援お願いします。イエーイ。なんか2000人ぐらい明日は2000人ぐらい見に来るよって。あ、明日か。ありがとう。ルノバーテ2000人来るって。イエス。ではジャパンチーム健闘を祈りまして、はい、どうぞ。朝から頑張っていきましょう。生ビールうまい。生ビールめっちゃ冷えとる。頭痛っ。いやもうだいぶ治ってきた。メナハース 2023 オープニングトリック Hillside。